おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、講義でも何でもありません。単なるなんか意味のない動画です。朝食動画とでも申しましょうか。今ね、私の朝食っていうのはここにあるんですけども、お見せできますかね。ちょっと傾けてこんな感じでございます。これが朝食です。まずね、納豆が2パック、ね、ネギもたっぷりということで、漬物、たくあんとキムチですね。このぐらいがちょうどいいかなと思います。それでメインディッシュが今日は大根と、お芋のですね、煮物ですね。味噌で、こうやって煮込んでます。味噌汁みたいな感じですね。でこれをいただいて、お味噌が体に非常にいいということで、ニュースも出されてますんで、あとネバネバですよね。でやっぱりこうキムチは牛角のキムチがスーパーで売ってるんで、あれを買ってきて、賞味期限が短いんですけどね、あれね。でたくあんは私幼い頃から大好きなんで、これをね、これで朝食でございます。今9時ぐらいですかね。ジェネシスの配信も終わって、皆様からの対応にも70件ぐらいの返信をさせていただいて、で一息つくという仮説ですかね。これからはチャートを見ながらとか、あとは皆さんからの連絡通知があったらすぐに返信できるような対象を整えながら、ちょっとね、朝食の方いただこうかと思います。それでは、今日もよろしくお願いします。いただきます。